こんにちは。八千代塗りキリスト教会の吉原学と申します。この春から皆さんと共に御言葉の分かち合いをする恵みが与えられたことを主に感謝しています。これからよろしくお願いします。今日は4月18日、出エジプト記の6章14節から30節、系図で確証される契約の真実さというタイトルで、主の真実さによってなされるその御業を共に見ていきましょう。出エジプト記6章14節から30節。彼らの一族の頭たちは次の通りである。イスラエルの長子ルベンの子はハノク、パル、ヘツロン、カルミで、これらがルベン族である。シメオンの子はエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル、およびカナンの女から生まれたシャウルで、これらがシメオン族である。家系に従って記すと、レビの子の名は次の通り、ゲルション、ケハテ、メラリ。レビが生きた年月は137年であった。ゲルションの子は氏族ごとに言うと、リブニとシムイである。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルである。ケハテが生きた年月は133年であった。メラリの子はマフリとムシである。これらが彼らの家系によるレビ人の諸子族である。アムラムは自分の叔母ヨケベデを妻にした。彼女はアロンとモーセを産んだ。アムラムが生きた年月は137年であった。イツハルの子はコラ、ネフェグ、ジクリである。ウジエルの子はミシャエル、エルザファン、シテリである。アロンはアミナダブの娘でナフションの妹であるエリシェバを妻にし、彼女はアロンにナダブとアビフ、エルアザルとイタマルを産んだ。コラの子はアシル、エルカナ、アビアサフで、これらがコラ人の諸子族である。アロンの子エルアザルはプティエルの娘の一人を妻とし、彼女はピネハスを産んだ。これらがレビ人の諸子族の一族の頭たちである。このアロンとモーセに主はイスラエルの子らを軍団ごとにエジプトの地から導き出せと言われたのであった。エジプトの王ファラオに向かって、イスラエルの子らをエジプトから導き出すようにと言ったのもこのモーセとアロンである。主がエジプトの地でモーセに語られた時に、主はモーセに告げられた。私は主である。私があなたに語ることを皆エジプトの王ファラオに告げよ。しかしモーセは主の前で言った。ご覧ください、私は口下手です。どうしてファラオが私の言うことを聞くでしょうか。今日のこの本文は昨日の箇所からのつながりであります。出エジプトのそのドラマの主役として抜擢されたモーセでしたけれども、自分に能力がないと言って、そのキャスティングをですね、下ろしてほしい、そんなふうに願いました。その後に今日のところでは主人公となるモーセとアロンの系図を紹介しています。この流れの中で系図が示されているその理由は何でしょうか。それはこのモーセの系図こそが人の真実ではなく神の真実によって系図が
つながってきたということを神様が示してくださっているからであります。モーセをよく聞きなさい。出エジプトの働きはあなたの力と真実ではなく、私の真実によって必ず成し遂げられる。だから私に安心して従って生きなさい、というふうに言っているわけです。それでは16節から19節をともに読んでみたいと思います。家計に従って記すと、レビの子の名は次の通り、ゲルション、ケハテ、メラリ。レビが生きた年月は137年であった。ゲルションの子は氏族ごとに言うと、リブニとシムイである。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルである。ケハテが生きた年月は133年であった。メラリの子はマフリとムシである。これらが彼らの家系によるレビ人の諸子族である。今日のこの御言葉のポイントはですね、真実な神は人ではなく神の約束に従って計画をなされていくということであります。本文はエジプトに移住したそのイスラエルの部族の一部が今日のところでは示されています。14節から19節はレビ部族にフォーカスが与えられています。そして20節から25節はモーセとアロンの系図についてフォーカスが当てられています。この系図にある一つ一つのその部族の特徴というものは何でしょうか。それは主の憐れみと恵みによって建てられた部族であるということです。それはイスラエルの背きの罪やまた問題があったとしても、一貫して神様の約束の愛と恵みによって、それをヘッセドと言いますね、その神様の変わらない永遠の約束によってつながってきた系図だということをここでは表しています。14節から19節ではレビ族に関してフォーカスが当てられています。レビ族はどのような部族であったんでしょうか。後には大祭司を生み出すイスラエルの主の宮に仕える、そのような聖なる働きの使命を受けた部族でした。しかしその以前の創世記に遡ってですね、レビの姿を見るならば、むしろ祭司としてはふさわしくないそのような姿を私たちは見ることができます。創世記の34章で起きたそのシェケムの事件では、ヤコブの娘ディナが強姦された時に、兄のシメオンとレビは今でいう名誉殺人としてですね、ヒビ人に報復します。その事件が、その一つの事件がイスラエルに暗い影を落とします。ヤコブは後に12人のその子供を呼び寄せて祝福する時間を持ちます。しかしレビ人に対してはどうだったんでしょうか。レビに対してはどうだったんでしょうか。呪いともいえる予言をしました。創世記の49章の5節から7節を読みたいと思います。シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の武器、我が魂よ彼らの蜜月に加わるな、我が栄光よ彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、思いのままに牛の足の筋を切った、呪われよ彼らの激しい怒り、彼らの凄まじい憤りは、私はヤコブの中で彼らを引き裂き、イスラエルの中に散らそう。しかしポイントは何でしょうか。真実な神はその呪いを受けたようなそのレビを呪わずに、イスラエルの約束に従って祝福し、祭司の系図につないでくださったということであります。そうです、真実な神は罪ある私たち一人一人をも裁いたのではなく、
福音によってイエス・キリストの救いの系図の中に私たちを入れてくださいました。私たちは今キリストにつながるものとなって選ばれた国民、王なる祭司とされました。私たちこそモーセのように救いの系図を受け継いでいくものとなりますように心からお祈りします。もう一度本文の26節をともに読みたいと思います。このアロンとモーセに主はイスラエルの子らを軍団ごとにエジプトの地から導き出せと言われたのであった。以前のその40歳の時のモーセですね、その時のモーセを神は用いることをしませんでした。その時は何か英雄気取りで自分の義によって同胞のヘブル人を救うためにエジプトの人を殺すことをしました。しかし真実な神は一度そのように罪を犯し失敗したモーセを捨てることをせず、再び救いの系図を受け継いでいくものとして選んでくださいました。しかしそれは40年というそのミディアンのその荒野でのその生活、その中で弱さを経験し、そして40年という時間の中で年を取り無力になった、その老人になったその時に主はモーセを用いてくださいました。なぜでしょうか。コリント人への手紙第1章の27節を読みたいと思います。しかし神は知恵ある者を恥じらせるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるためにこの世の弱い者を選ばれました。私たちも救いの系図をつなぐ一人一人として主が召してくださっています。私たちの中に弱さもあれば不信仰もあるかもしれません。しかしそのことを成してくださる主が私たちと共におられます。召したもう神が成したもう神であるという言葉があります。私たちを召してくださった主が私たち一人一人をキリストという救いの系図につなぎ、そして次には私たちを通して神の救いの系図が描かれていくことを主の御名によって心からお祈りします。それではお祈りしましょう。主よ、私たちも弱いものです。不信仰なものであることを告白いたします。イエス様の恵みによって救いの系図につながって今神様の恵みの中に生きるものとされたことを感謝いたします。私たちが次に救いの系図を受け継ぐものとなることができるように導いてください。私たちの救いの系図であるイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。